お元気ですか、ボクシミでございます。今回はバレーボール男子日本代表2024トレーニングカード開封動画後編の6パック開封していきたいと思います。早速開封していきたいと思います。後編の1パック目でございます。これは、宮浦選手のカードでございます。で、こちらがですね、西田選手のねカードでございます。で、小野寺選手でございます。荒井選手でございます。山本選手でございます。高橋選手でございます。2袋目でございます。これは石川選手でございます。小川選手でございます。高橋選手でございます。で、高橋選手のねこれカードでございます。これ凡事徹底って書いてるんですかね、はい。で、これは関田選手でございます。で、高梨選手でございます。3袋目でございます。これはですね、山内選手でございます。これは大塚選手でございます。宮浦選手でございます。ちょっとね、滑舌が悪くてすいません。西田選手でございます。で、小野寺選手でございます。で、これが、西山選手ですかね、カードでございます。感謝の気持ちを忘れないと書いております。4袋目でございます。西田選手でございます。小野寺選手でございます。で、荒井選手のカードでございます。日々成長と書いております。で、山本選手でございます。で、これが、エブバーデン選手でございます。ちょっとこれね、英語で書いてるのでね、間違ったらごめんなさい。で、高梨選手のカードでございますが、心高くと書いております。はい、5袋目でございます。西田選手でございます。小野寺選手でございます。で、山本選手のこれカードでございます。で、エブバーレン選手のカードでございます。これ自分らしくと書いております。で、これは甲斐選手でございまして、直筆サインカードが出ました。宮浦選手ですね、宮浦選手の、直筆サインカードが出ました、ね、こちらでございます。90C でございまして、ね、裏はこういう
宮浦健人選手でございます。ちょっとね、何度も言ってますが滑舌が悪くてすいません。で最後の、6パッチ目でございます。高梨選手ですね。これはカードでございます。世界を変えると書いております。高橋選手のねカードでございます。関田選手でございます。山内選手でございます。大塚選手でございます。で最後は深津選手でございます。以上でバレーボール男子日本代表2024トレーニングカード開封動画後編の6パック終わりたいと思います。で最後はねこちら、宮浦選手のね、直筆サインカードをね、見てお別れとなります。で明日もやります。明日はですね、偶然手に入れました、プレミアムモルツのね、野球チームの、カードを紹介したいと思います。あの2009年なのでね、今の仕様とは、今のチームとは、だいぶ違いますけど、その辺はご了承ください。はい、以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せいたします。ありがとうございました。